ラーを抑えて好印象、夏のオフィスカジュアルコーデー。今回はオフィスでも着ていいのかなって迷う夏アイテムがあると思うんですけど、そういうアイテムも着方とか他のアイテムの組み合わせ方によっては問題ないと思うので、そういったコーディネートをご紹介していきたいと思います。今日は私が実際に会社員時代に着ていたアイテムも持ってきて、それを取り入れたコーディネートなんですけど、こういう風に組み合わせたらいいよっていうのを紹介していきたいと思います。それでは見ていきましょう。せーの、どうぞ。一つ目はノースリーブを取り入れたコーディネートです。でん、かわいい、似合う。本当ですか、やった、すごい清楚、ね、かわいい。なんかノースリーブって結構肌見せする部分が多いから、ね、これ大丈夫なのかなって悩む方が多いと思うんですけど、こういう袖の部分にデザインがあって、こう腕がしっかり見えすぎないものだったり、あとは素材がテロッとしたものよりかはカチッとしていたり、リボンとかこうここにタイがついてるのとかだとカジュアルすぎなくていいのかなと思って取り入れてました。ヒラヒラがあることで、なんだろう、ルッツが抑えられてる気がしますね。なんか出してるな腕っていう感じが全然しない、出しすぎないっていうのもポイントだし、あとはスカートに合わせてザ・フェミニンなコーディネートにしてみたんですけど、オフィスでクーラーが効いてる時とか薄手のカーディガンとか持っていると、パソコンをする時も問題なくできるかなって思います。確かに外は暑いけど中は結構寒かったりするので、カーディガンとか合わせたらめっちゃいいなって思います、うん、カーディガンに羽織ってここが出てたら、なんだろう、ワンポイントにもなってすごい可愛いなって、うん、確かに確かに。2つ目は白 T を取り入れたコーディネートです。はい、じゃあ見てもらいました。かわいい。これ実際私ね、すごい会社の時着てました。私物なんですけど、白 T も全然ありなんですね。うん、ありあり。なんか私的なポイントは白 T でもこうダボっとしすぎてないもの、あとはロゴがこうドーンと出てるものとかは自分的には NG にしていて、スカートとかパンツにインできるようなフィット感のあるものを選んでました。白 T を取り入れることで爽やかにも決まっていいなって思いました、うん、ね、可愛いよね。可愛い。まあ白 T だけだとちょっとカジュアルかなと思ったので、うん、ジャケットを取り入れて、うん、外に出るときはジャケットを持って、うん、会社の中では羽織ってとかっていう風に、変えてもいいかなって思います。確かにこれジャケットがあることで全然印象変わる。全然違う。これジャケットなかったらもう普段着でもいいくらい、ね、確かに、ね、休日はなんかこういうスカートとスニーカーとキャップとかでもいいと思うし、確かに会社員とかオフィスコーデだったらジャケットとあと柄のスカート、結構上がシンプルだったので、柄のスカートに合わせておしゃれにしてみました。おしゃれ。3つ目はサンダルを取り入れたコーデです。サンダルってオフィスコーデにありなんですね。そう、結構迷う方が多いと思うし、まあ、全部のサンダルが OK ってわけじゃなくて、こう組み合わせ方とかアイテムにもよるかなと思ってて、私的なポイントはスカートとサンダルの距離感が空きすぎてないもの、この距離感が近い方がオフィスカジュアルには向いてるかなって思います。サンダルを合わせるときは足首にストラップがあるタイプで、華奢なデザインとか、あとヒールもしっかりある程度あるものとかだったらサンダルでも問題ないかなって思います。ここがない、確かにその普段着感が増しちゃいますよね、そう。あとはなんか突っかけっぽいサンダルとかもちょっとカチッとした場には向いてないかなと思っていて、サンダルで結構冒険してるなって思うときは、上はシンプルな白のですとか、そう、無地のスカートとかでバランスを見てあげると問題なく着れるかなと思います、確かに違和感ないです。本当、うん、なんか夏のオフィスカジュアルっぽくてね、可愛いですよね。真似したい。真似したら可愛い。ありがとう。夏場サンダルとかノースリーブとかなんかいいのっていうのが、チャレンジしていいんだなっていうのが分かって面白かったです。ミキさんどうでしたか。私は藤田先輩の、サンダルを履いてもいいんだっていうのがすごい参考になりました。ありがとう、
白 T だからダメとかサンダルだからダメってわけじゃなくて、取り入れるアイテムによっては全然会社でも浮かずに問題なく着こなせると思うので、参考にしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。